役者さんと共演できる機会がまさかあると思わなかったから、ね、嬉しかった。緊張されたって聞いてすごいびっくりした緊張してましたでもタイガーも大好きな俳優さんだから、やっぱすごい2人は良かったですね。なんか息が合ってる感じがすごいあって、もう本当尊敬してるんで絶大なる信頼が大学にあるから、そうですよね。それでなんかこう、あ、できるかなって思えたから、大学がいなかったらできなかった。なんかね、安心しますよね。はい、うん、現場もそうです。なんか先輩俳優さんって感じね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でもゼロではないですよね。悪いことしてるって感覚ないんですか？ないね。ようやった、頼りになるって。俺のことは人間でも目をかけてくれるもん。あんたも誰かが褒めてくれる場所に降りたかろ。もう最高じゃん。この人だけで番組できちゃうって。今ほど生きづらい世の中ってないと思うんです。一度人生のレールを踏み外した男が見た世界とは。今度ばっかりは固いぞ。素晴らしき世界。あなたはこのラストに何を感じますか？